この、 製品は、我々 の、 表示キータッチパネルの表示キーに対して、お絵描きをするソフトになります。パソコンで絵を描いて、その描いた絵を表示機に、ダウンロードして、あとはもう表示機上でお客様が、タッチしながら操作をするっていうようなことになるので、もう本当の一番最初の段階ですが、お絵描きをする、ソフトだという感じになります。きっかけは、ちょうど世間が Windows95 が、発売された時であるんですけど、私たちがその今までずっと、それまでは MS-DOS の、OS で、ずっと開発をしてきたんですけど、それをその世間に追従するような形で、Windows95 という商品を開発しようというところですが、それが一つのきっかけにはなります。そうですね、まだ世間は、その時は、例えばラダーツールであったりとか、私どもの商品とつながるラダーツールのソフトはまだ MS-DOS 上で動いています。でも、これからはもう全世界が Windows になっていくだろうっていうことを予測しましてというか、業界初という形で、Windows95 を開発しました。そうですね、もう革新的なポイント、もう一つは OS が変わることですね。で、変わることによって、作画がすごくしやすくなったところがあります。ウィンドウもご存知の通り、ウィンドウがたくさん出せますので、今までの作画よりかはやっぱりウィンドウが出ることで、お客様がその作画の工数がすごく減るという、その Windows95 を使うメリットが非常にたくさんありましたので、お客様にとってもその辺のメリットはありましたね。逆に大きく変えないようにしようとしました。で、あんまり大きく変えると、オペレーションする方、従来のお客様っていうのを非常に大事にしてましたので、あんまり大きく変えることなく Windows95 に移行できるようなことをすごく意識しました。だからメニュー構成もほとんどDOS に近い形で、ですので Windows95 だからといって違和感のないようなメニュー構成にすることを逆に意識しましたね。プログラム、この開発というのは日本と海外と、同時に行ってました。で、簡単に言うと24時間開発を行っていたわけなんですけど、まずはその時の環境っていうのはモデム回線であったりとかファックス、もうこれしかないので、例えばプログラムを共有するにあたっても、電話回線のモデムを使って海外と日本とやり取りしてましたので、なかなかこの回線の品質っていうのが悪かったので、リアルタイムに、海外と日本とが同時開発っていうのは非常に困難でした。データをやり取りするのに非常に時間がかかって、開発がなかなかこう前に進まなかったっていうところは、もう開発者みんなが苦労したっていうか、いまだにきっとみんな覚えてると思うんですけど、で、 Windows 自身の不具合にすごく悩まされていたのが事実なんですね、当時ね。で、それを回避ができないんですよね。その不具合がお客様にも迷惑をかけてるとかいうところは、もう我々独自でプログラムを組みました。例えば描画一つにしても、描画をするというプログラムで描画ができているわけなんですけど、そういう直線描画とか円描画とか、そういうプログラムを使わずに我々独自でもうそのプログラムを作って、そのプログラムをパスさせてですね、もう我々独自で作ったりとか、お客様に迷惑をかけないように、もうどんどん自分たちでプログラムを作っていったという思いではありますね。やはりいろんな不具合にぶち当たればぶち当たるほど、次の製品できっちりとそこを回避できるので、何も知らずに通ってくるかはもう問題点ばっかり、僕たちも毎日のように問題でぶつかってましたので、そういう意味では次の製品ではきっちりとそういうところを回避することを前提にプログラミングをしましたね。イノベーションを実現させてくれる自由な会社っていう感じがします。プロフェイス for the best interface。